多くの日本人が知らない。米中戦争巻き込まれた日本の悲惨すぎる末路、中国の核報復受ける可能性。2021年春にアメリカで出版された小説、2034米中戦争二見書房、2021年は、安全保障に関心を持つ人々の間で大きな注目を集めました。この小説は、NATO 欧州連合軍最高司令官などの要職を歴任したジェームズ・スタブリディス退役海軍大将と、元海兵隊員で作家のエリオット・アッカーマンが共著した作品です。物語は、2034年のある日に南シナ海で米海軍と中国海軍の艦艇が衝突する場面から始まります。米駆逐艦2隻が中国の空母機動部隊によって撃沈され、その後、中国は台湾への侵攻を開始します。これに対し、米軍は中国軍のサイバー攻撃を受け、指揮系統が麻痺し、劣勢に立たされます。このサイバー攻撃は、米本土にも及び、インフラが破壊され、大規模停電やインターネットの遮断といった混乱を引き起こします。米国内は大混乱に陥り、通常の戦力では逆転が難しいと判断した米大統領は、ついに中国本土への戦術核兵器による攻撃を決断します。こうして、南シナ海での米中衝突は、全面的な核戦争へと発展していきます。スタブリディスは、この小説が、警告の物語であることを強調しており、共同通信のインタビューで、米中戦争がどれほど恐ろしい事態になるかを想像し、その回避策を真剣に考えるべきだ、と訴えています。沖縄タイムス、2021年7月6日。この小説はフィクションですが、台湾をめぐって米中間で戦争が勃発した場合、その戦争が核戦争にまでエスカレートする可能性は、決して空想の域を出たものではありません。この現実を示唆する歴史的な出来事として、1958年の第二次台湾海峡危機が挙げられます。この危機の際にも、米中間の緊張は一触即発の状況に達しており、核兵器の使用が現実味を帯びた瞬間がありました。このようなシナリオは、現代においても無視できないリスクであり、国際社会が十分に認識し、その回避に向けた取り組みが求められています。1958年8月23日の夕方、中国は台湾が実効支配していた金門島と馬祖島に対して大規模な武力攻撃を開始しました。これらの島々は、中国福建省の沿岸近くに位置しており、台湾の防衛において重要な拠点でした。当時、中国政府は台湾を武力解放する方針を掲げており、4年前の1954年にも台湾の一部である大鎮島や一栄山島を占領することで、いわゆる第一次台湾海峡危機を引き起こしていました。この時、金門島や馬祖島も攻撃の対象となっていましたが、1958年の攻撃はその続編とみなされています。金門島や馬祖島に対する攻撃を受けた米国は、即座に第7艦隊を台湾海峡に派遣しました。米華相互防衛条約では、金門島や馬祖島は直接の防衛対象として含まれていなかったものの、1955年に米議会で可決されたフォルモサ決議により、これらの島々を含む台湾全域の防衛が可能となり、大統領には軍を派遣する権限が与えられていました。この危機に直面した米軍上層部は、中国に対する核攻撃の必要性を真剣に議論しました。元国防総省職員ダニエル・エルズバーグが2017年に公開した機密報告書によると、米軍は小型核爆弾を用いて中国の航空基地や砲台を攻撃する計画を検討していました。具体的には、10から15キロトンの核爆弾、広島に投下された原爆と同程度の威力で、複数の攻撃拠点を狙うというものでした。当時、米軍トップであるネーサント・ワイニング統合参謀本部議長は、台湾海峡危機に対応するための会議で、中国の航空基地や砲台を核兵器で攻撃することが唯一の有効な方法であると述べ、国防総省の研究結果もその意見を裏付けていると強調しました。さらに、1962年に米空軍が作成した報告書には、1958年台湾危機における最も効果的な対応策は、核兵器の使用だったと記されています。
中国は数的に圧倒的な優位を持っており、通常兵器での対抗は困難だと判断されていました。そのため、米軍は核兵器を使うことでこの優位性を打破しようとしていたのです。このように、1958年の第二次台湾海峡危機は、米中間の緊張を一気に高める結果となり、米国は中国に対して核攻撃の準備まで進めるほどの深刻な状況に陥っていたのです。しかし、最終的には核兵器が使用されることなく、危機は一旦収束を迎えましたが、これは米中関係に大きな影響を与えた重要な歴史的事件となりました。1950年代の台湾海峡危機において、米軍は台湾有事に備えた作戦計画を策定していました。その計画には、もし中国が台湾への攻撃を続けた場合、航空基地や砲台に小型核爆弾を投下するという戦術が含まれていました。さらに、中国がこの攻撃をやめない場合、米軍は中国本土の都市、特に上海などへの核攻撃も検討していたのです。しかし、核攻撃が実行されれば、ソ連が介入する可能性が非常に高くなり、台湾や沖縄に対して核による報復攻撃が行われる危険性がありました。当時の米軍の分析によれば、このような事態は極めて現実的であるとされ、沖縄にある米軍基地が標的になるリスクも指摘されていました。その中で、トワイニング統合参謀本部議長は、もし台湾沿岸の諸島の防衛をアメリカの国家政策と位置づけるならば、核による報復も受け入れるべきだと述べ、核戦争の可能性をも考慮した上での対応を示唆していました。結果として、この核攻撃計画は当時のアイゼンハワー大統領の判断により実行されませんでした。中国の攻撃は金門島や馬祖島に対する砲撃にとどまり、米軍の艦船や台湾本島への直接的な攻撃には至らなかったことが、状況を大きく変える要因となりました。このため、米軍は中国が台湾本島へ侵攻する可能性は低いと結論付けました。しかし、もしもアイゼンハワー大統領が核攻撃を承認していたならば、米軍の予測通り、台湾や沖縄が核による報復を受けていたかもしれません。これは歴史の大きな分岐点であり、アメリカの対中政策にも深い影響を与えるものでした。現在においても、米国は核兵器の先制使用を完全には排除しておらず、将来的な台湾有事においても、通常兵器だけでは中国の侵攻を阻止できない場合に、再び核兵器使用の決断を迫られる可能性は否定できません。その際、もし日本に米国の戦域核兵器が配備されていれば、中国からの核攻撃の標的になるリスクが日本にも及ぶことになります。この問題は、アジア全体の安全保障や核拡散防止の観点からも重要であり、今後の米中関係や台湾の防衛問題に深く関わるものです。艦名は、海自の最新潜水艦大鯨型5番艦ついに進水。新たな海の忍者誕生へ。新潜水艦の名称は、長鯨。防衛省は2024年10月4日金曜日三菱重工神戸造船所神戸市兵庫区において新たに建造された潜水艦の命名式及び進水式を実施しました。長鯨と命名されたこの艦は大鯨型潜水艦の5番艦にあたります。長鯨は全長 84.0m 幅 9.1m 深さ 10.4m 基準排水量約 3000t乗員は約70名、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式です。起工は2022年4月19日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、2026年3月に引き渡しの予定です。大鯨型潜水艦は、フランス海軍が運用するリュビ級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級です。外観形状は、従来の双流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が一層向上しており、また建造時から女性自衛官の勤務を想定して相応の設備を有しているのが特徴です。主機関はディーゼルエンジンとリチウムイオン電池を組み合わせたディーゼル電気推進を採用。主要装備として、艦首に魚雷発射管を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、ソーナー装置、艦首アレイ、
側面アレイ、栄光アレイなど TCM、トーピードカウンター目安レ、潜水艦魚雷防御システムを搭載しています。なお、蝶毛は漢字では、蝶クジラと書きます。巨大なクジラを意味するこの名称を海上自衛隊が用いるのは初めてですが、旧日本海軍では2度の採用例があり、初代は幕末から明治時代にかけて運用された外脇船蝶クジラ丸で、2代目は1924、大正13年8月に就役した潜水母艦蝶毛でそれぞれ命名されています。中国原潜に対し日本のディーゼル船は、速度、航続距離、電力の面で決定的に不利で、待ち伏せ作戦に頼らざるを得ないと言われています。この点、私は少し疑いを持っています。乗り物は、何であれ常時最高速度で移動するものではありません。故障を防いで移動するために巡航、巡航、速度の概念があります。しかも、潜水艦の場合、速度を抑えた方が静音性が高く、ベーロス級原潜は通常10または5 KT 以下、最高30で航行しているという話もあります。中国ミサイル原潜の最高速が25から20 KT。海自のディーゼル船が公表値で20 KT。しかもディーゼル船が原潜より静かなのは常識です。どちらも静音性確保のため低速航行した場合には、日本側が追尾可能ではないかと推測しています。おそらく中国原潜の監視と追尾は、すでに海自潜水艦の主要任務なのではないかと思われます。北朝鮮に核攻撃可能。自衛隊が米軍、爆撃機守る、異様すぎる光景に唖然。知らぬ間に、米国のミサイル基地と化していた日本にとっての最悪のシナリオとは？政府による巧妙な嘘とは一体？国際情勢が混迷を極める今知っておきたい日米安全保障の衝撃の裏側が、従属の代償日米軍事一体化の真実で明らかになる。本記事は不正友人、従属の代償日米軍事一体化の真実から抜粋、編集したものです。核攻撃の共同作戦計画。今のところ米国では、日本への核共有制度導入を支持する意見は少数です。しかし、米国の核の傘への信頼性を高めるために、全域核兵器をアジアに前方配備、展開し、その運用に関して日本政府が関与できる余地を増やすべきと主張する人は少なくありません。米国の核戦略について研究するローレンス・リバモア国立研究所グローバルセキュリティリサーチセンターが2023年3月に発表した米国の核抑止戦略に関する報告書も、アジアに米国の戦域核兵器を前方配備する必要性を強調するとともに、日本や韓国との間で、より NATO 的な協議メカニズムを発展させることを推奨しています。前出の NATO の核計画グループのような閣僚級の協議体を日本や韓国との間でも創設すべきだというのです。さらに、同報告書は、同盟国内に核計画担当部署を設置し、共同作戦、同盟国は通常戦力で米国の核攻撃作戦を支援、を実施できるような計画を作成すべきだという意見もあったとも記しています。この報告書を作成したローレンス・リバモア国立研究所グローバルセキュリティリサーチセンターのスタディグループには、日本からも防衛省防衛研究所で防衛政策研究室長を務めていた高橋杉雄、2024年現在は、防衛省戦略企画参事官が加わっています。高橋は2023年4月に笹川平和財団が主催した企画で、ローレンス・リバモア国立研究所グローバルセキュリティリサーチセンターのブラッド・ロバーツ所長と対談し、その中で、米国の核の傘について、同盟国に信頼させる良い方法は、核の共同計画を作ることだ、と断言しています。日米両政府は2010年から、核の傘の維持・強化のあり方を事務レベルで議論する日米拡大抑止協議 EDD を開いてきましたが、2024年7月、日米の閣僚も参加する協議が初めて開かれました。今後は NATO のように核兵器を使用する場合の共同計画の策定へと進む可能性もあります。米軍の戦略爆撃機、守る、航空自衛隊。2020年2月初旬、米空軍の公式ウェブサイトにインパクトの大きい一枚の写真がアップされました。
米空軍の B-52 戦略爆撃機を先頭に、米空軍の F-16 戦闘機6機と航空自衛隊の F-2 戦闘機4機が編隊を組んで飛行しています。場所は、日本の北部の沖合だといいます。ノースダコタ州マイノット空軍基地から飛来した B-52 は、核兵器を運用するグローバルストライク軍団の戦略爆撃機部隊の所属機です。2007年には、同基地所属の B-52 が誤って核弾頭搭載の巡航ミサイル6発を両翼につけたまま米本土上空を飛行していたことが発覚し、大きな問題になりました。核攻撃任務を持つ米軍の戦略爆撃機が日本の沖合に飛来し、それを在日米空軍と航空自衛隊の戦闘機が護衛するという訓練を行っていたのです。